29日付の AC デイリーメールによると、ロシアのモスクワにある理髪店の女性理髪師が全裸のまま顧客に理髪サービスを提供した容疑で警察の調査対象となった。副警官が証拠収集のため隠しカメラを持ってこの理髪店へ潜入調査した。副警官が調査員として訪ね、理髪店に入った途端、コーヒーを持ってきた女性店員は進んで彼といちゃついてきた。この理髪店の女性理髪師は全裸のまま顧客に理髪サービスを提供し、費用は1人当たり50ポンドと一般的な理髪費用の2倍に相当した。理髪サービスのほか、顧客がさらに100ポンドを支払うと顧客自身も全裸になることができる。この店はネイルケアとフットケアサービスも提供している。理髪店での対応時間が長いほど顧客が支払う費用も多くなり、酒に酔った顧客が誤って押し入ったことでこの理髪店の内情が暴かれたという。また理髪店の外に長い列ができていたことも警察の注意を引いていた。この事件はまだ調査中だという。